高校生の俺、田中優斗は人相が悪い。優しく笑いかけたはずの女児に泣かれるくらいには人相が悪い。道を聞こうと話しかけただけでカツアゲと間違われたこともあるし、落としたハンカチを拾って渡そうとしたら叫ばれ、全力疾走で逃げられたこともあるほどだ。田中くん、怖い顔してどうしたんだろう。誰よ、怒らせたの。おお、俺は何もしてないぞ。隣町の暴走族と抗争があるとか。ありえる。相手が不憫でならねえぜ。ああ、大げさだ。ただ社会の教科書を忘れて落ち込んでただけなのに。というか、なんで暴走族の方が心配されてるんだよ。無理だよ、喧嘩なんて。まともにしたことないよ。でもこの人相のせいで柄の悪い奴らに絡まれるのは事実だ。だから周りを巻き込まないためにも一人の方がいい。怖がられるような自分を演じるのがいいのだ。ちょっと寂しくはあるけどな。ちょ、彩香、何見てるの。変に因縁つけられたら大変よ。田中くんって本当に悪い人なのかな。そりゃこれだけ噂があるしね。火のないところに煙は立たぬって言うでしょ。でも私は田中くんが悪いことしてるとこ見た時ないよ。それは私もそうだけど。それに私昨日見ちゃったの。あれは田中くんだよね。荷物持ってもらっちゃって悪いね。いえいえ、これくらい気にしないでください。こう見えても結構鍛えてますから。あらあら、頼もしいね。困ってる人を見たら助けるのは当たり前のことですみたいなことがあったんだ。見間違いじゃないの。そんなことないと思うけどな。やっぱり本人に直接聞いてみるのがいいのかな。ちょ、やめなよ。田中相手じゃ私も助けられないよ。でもやっぱりあれは田中くんで間違いないと思うんだけどな。というわけで体育の時間に本人に聞いてみることにした。もし勘違いで怖がられてるとかだったらすごくかわいそうだもん。ねえねえ田中くん、ちょっといいかな。いつも通りすごい目つきだね。何、俺をからかいに来たの。ごめんね、違くて今のは思ったことがつい言葉に出ちゃったというか無意識の方が立ち悪くないか。というかお前、俺のこと怖くないのか。顔はちょっと怖いかも。でも昨日田中くんがおばあさんを助けてるとこを見たんだ。もしかして本当は優しい人なのかなって。勘違いだ、そんなことしてねえし。そんなわけないよ。だってあんなに目つきが悪い人田中くん以外に見たことないもん。はあ、何言って。危ない。怪我はないか。私は大丈夫だけど田中くんは。別にこれくらい問題ねえよ。かばってくれてありがとう私の見立て通り田中くんやっぱり優しい人だったね。うっせえよ。田中くん大丈夫。田中くん、新島に話しかけられてボールが飛んできて。ここは保健室か。で、新島、なんでこんなところに。なんか寝てるし。君を保健室まで連れてきたからずっとそこにいるのよ。その子、田中くんが倒れちゃったのは私のせいだからって言ってね。新島、教室に戻りなさいって言っても全然聞いてくれなかったんだから、この色男め。もしかして私寝てた。もしかしなくても寝てたな。授業をサボりに来たのか。そういうわけじゃなくて、田中くんが心配で。冗談だよ、ありがとな。やっぱり田中くん本当はいい人だよね。は、別にそんなことはねえよ。田中くんは目つきが悪くて口もちょっと悪くて柄も悪いけどいい人だよ。なんで余計なものつけ足して言い直した。田中くんおかしい。わざと悪ぶらなくていいのに。別にそんなんじゃ。はーい、甘酸っぱい青春はそこまで。問題ないなら教室に戻りなさい。5時間目の授業には間に合うでしょ。怒られちゃったね。田中くんが優しい人だってみんなにも教えてあげようかな。おい、絶対余計なことはするなよ。でももしかしたらもう手遅れだったりして。あ、田中くんだ。彩香を守って名誉の負傷だって。お前すげえな、怖いやつだと思ってたけど実はそんなことないのか。言われてみれば田中くんがなんか悪いことしてるの見たことないしね。あ、私もなんか噂ばっか耳にするけどそれだけだよね。はあ、何言ってんだみんな。やっぱり手遅れだったね。こんなに一気に評価が変わるものなのか。嬉しいような、でも今までの苦労が無駄になったような気もする。みんなを巻き込まないようにと怖い田中を演じていたのに、こんな時俺はどうすればいいんだ。
あー、やっと見つけた。この前はありがとうございました。え、誰だあんた、人違いじゃねえか。またまた、謙遜しなくていいのに。先日、ひったくり犯から私のバッグを取り戻してくれたじゃないですか。しかも人睨みで犯人を震え上がらせるなんてさすがです。自分の得意分野である暴力を用いず、あくまでも平和的に解決をするその手腕に感服しました。相手が勝手にビビってバッグを渡してくれただけだけどな。暴力が得意分野って何？怖いよ。殴り合いになってたら俺は負けてたよ。おいおい、やっぱり田中っていいやつなんじゃね。怖い人だと思ってたけど、もしかしてそんなことない？くぅ、なんだか変な流れができてやがる。この流れをどうにか変えなくては。おい、あんま適当なこと言ってんじゃねえぞ。しかし、苦し紛れの一言ではみんなの勢いは止まらなかった。次々と証言が飛び出してくる。そういえば、田中が朝早くからゴミ拾いをしてるのを見たことあるな。ったく、通学路を汚すんじゃねえよ。みんなが登校するとき気分悪くなんだろうが。見間違いかと思ったけど、公園で子供たちに遊んでほしいとせがまれてたあれも、やっぱり田中だったんだな。イエーイ、にゃん。おい、ひっつくな、ガキども。そんな目で見ても、一緒にサッカーして鬼ごっこして最後にジュース買ってやるくらいしかしてやらねえからな。ウェイ。私、田中くんが荷物が重くて困ってるおばあさんの荷物をおばあさんごと持ってるのを見たよ。あんま無理してんじゃねえぞ。腰とか痛めたら大変だろうが。ああ、なめんなよ。この程度で重いわけねえだろう。長生きしろよ、おばあさん。それは全部見間違いで。これだけ見た人がいるのに見間違いは無理があるんじゃないかな。そうだよ。てか、なんで隠すんだよ。誇らしいことじゃんか。くぅ、トイレ行ってくれ。どうしたんだ、田中のやつ。恥ずかしいんじゃないかな。今まで怖がられてばっかだったから、きっと慣れてないんだよ。どうしよう、私噂だけで田中にひどいこと言ってたよね。それは私も同じだよ。だから私ちょっと行ってくるね。ああ、つい逃げ出しちゃったけど、俺はどうするのが正解だったんだ。昨日までは俺のことをちゃんと怖がってたじゃねえか。やっと見つけた。こんなところにいたんだ。新島。ここならもう逃げられないよね。別に逃げねえよ。じゃあさっきのは？あれはトイレだよ。そう言っただろ。そっかそっか、トイレか。田中くんは屋上にトイレに来たのか。ねえ田中くん、どうして怖い人を演じてるの？あ、気のせいだとかはなしだよ。もう田中くんの前行のネタはたくさん上がってるのです。それは俺ってこんな見た目だろ。だからそれだけで柄の悪い奴らに変な因縁つけられて絡まれたりするんだよ。昔仲良くしてた奴を巻き込んじまったこともある。だから俺になんか関わらない方がいいんだ。つまりみんなを危険にさらさないように嫌われようとしてたってこと？まあそれもあるかな。あんたはすごく優しいのに。別に優しくなんかね。私のこと守ってくれたじゃん。少なくとも私は田中くんは優しい人だと思うな。不良とかに絡まれちゃうのも田中くんは何も悪くない。なのにその上でみんなを気遣えるのはやっぱり田中くんが優しいからだよ。それでも田中くんはどうしたいの？本当はみんなと仲良くしたいんじゃないの？それはそんなのできることならしたいに決まってる。だってみんな大歓迎だぜ。田中、今まで勘違いしててごめん。田中くんさえ良ければこれから仲良くしてね。ちっせえこと気にしてないで、仲良くしたいなら初めからそう言えよな。みんな、こうして俺はクラスと打ち解けることができた。みんなを巻き込まないためなんてさっきは言ったけど、そんな綺麗な理由だけじゃなくて、俺がみんなを怖がっていたのだ。受け入れてもらえないんじゃないかって怯えていたんだ。本当は友達と一緒に普通に楽しく学校生活を送りたかったというのに。少し前の俺じゃ考えられなかった光景だな。ねえねえ、田中くんって普段休日とか何してるの？趣味でボランティアとかに参加してるけど。やっぱりめちゃくちゃいい人じゃない。それよかったら私も一緒に行っていいかな？学校の外でまで気を使ってくれなくていいんだぞ。違うよ、私がもっと田中くんのことを知りたいのね。いいでしょ。週末俺は新島と二人でボランティアに参加することになった。こんなにゴミがあるものなんだね。普通に生活してたら気づかなかったな。疲れてないか？少し休もうか。ううん、大丈夫、これからだよ。ほら、見て大量だよ。おお、こりゃ負けてらんねえな。田中くんは来週もボランティアに参加するのかな？ああ、そのつもりだけど。
じゃあ次もついていっていい？俺は別にいいけど、本当にいいのか？新島は友達も多いし、ボランティアよりやりたいことなんてたくさんありそうなものだが。やった！約束だからね。お、お。やっぱりいいことをして流す汗は気持ちいいし、それに田中くんと一緒にいれるのも嬉しかったりして。それって、その…わ、やっぱ今のなし。嘘とかではないけど聞かなかったことにして。なんか笑われた？ごめんごめん、やっぱり新島さんって面白いなって思って。こうして俺はクラスのみんなにも受け入れられて友達が大勢できた。相変わらず人相で怖がられることはあるけれど、そんなことは気にならなくなってしまった。そして俺と新島は付き合うようになった。もし俺のせいで不良に絡まれることがあっても、彼女だけは何が何でも守り抜くつもりだ。